インスタラシオネスデレ様、またはインスタラシオネスデルアトレティッククルブは、アスレティックビルバオが所有するトップリザーブカンテラ女子部門の練習グラウンド圏多目的複合施設。所在地は、スペインのバスク州ビスカヤ県ビルバオから約15キロ離れた場所にある町、レ様。単に、レ様と呼称されることも多い。インスタラシオネスデレ様は、バスク人選手もしくは、 バスク地域のカンテラ育ちの選手のみを受け入れるというアスレティックビルバ王のクラブ哲学を支える基礎的な支柱である。インスタラシオネスは1971から1972シーズンから開場した。建設を命じたのは当時の会長フェリックス・オラーで最初は3つのグラウンドと選手寮、用具入れを兼ねた建物が一つあるだけだった。後、 ホセアントニオエグイダス会長の代には、彼の指示で別の敷地にさらに4つグラウンドを整備し、一軒の屋内複合スポーツジムが建設された。1995年頃には、施設は苦しい近代化を経験した。ホセマリア・アラテ会長の時代には、敷地内に駐車場、自動車道などが作られたため、選手やスタッフは大量の車が出入りする騒音に、いつも悩まされた。 見学者の快適性を考慮した屋根付きのスタンドが一つ建設され、トップチームの即戦力になるフベニールの試合目当てだけでなく、もっと低年齢のカテゴリーの試合さえも感染したがるようなファンの来場が増えたことも原因である。2013年の旧エスタディオサンマメスの平常に伴いインスタラシオネスに多くの公式戦と得点を見守ってきた。 ゴールマウスが歴史遺産として移設され、敷地内で保存されることになった。クラブ上層部にはレ様の計画的指導という施設の構造近代化プランがある。最重要点としてトップチームの練習場を敷地内の高等区域に転する計画がある。その新練習場は近代的かつ機能的で最新鋭であり、中の様子は見えるが、 防音性能を持った壁に囲まれ、それでいて見学者たちには快適な観覧席があるという。新練習場の建設は2年から3年ほどかかり、総工費は約2000万ユーロと見積もられている。株組織の少年たちの施設も強化される見込みで、具体的には学習室や市長各室の拡張工事が予定されている。ピルガインサの名を冠したスタンドの建設工事は、 すでに始まっている。このスタンドは身体障害を持つ人々のアクセス、利便性を考慮したバリアフリーな設計になっている。施設全体の総面積は14.76ヘクタール。トップリザーブカンテラ、女子部門を合わせて合計17チーム。インスタラシオネスデレ様のカンテラは自軍のトップだけでなく国内外多数のクラブにプロサッカー選手を供給している。 ありがとうございます。